ございます。おはようございます。さあ、今日も安定の雨でございますが。雨、ね、うん、頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。そんな雨の中、今日はどこにやってきたんでしょうか。神奈川県の、金沢八景。八景。金沢さんは荒川屋さん。荒川屋さん、やってきました。おしゃれですよね、お店がね。ね、すごいおしゃれ。サーフショップみたいな。ね、東京からも近いし。通勤券。通勤券で、うん、はい、あっちゅう間にやってまいりました、はい。今日はそんな荒川屋さんで何を釣るかと言いますと、今日も書いてきましたよ。こちらです。ででん。お、なんだこれは。わかるでしょ。白ギスです。はい、白ギス。今日は白ギス釣りにやってきました。さあ、じゃあ早速一言心得をお聞きしたいと思います。夏は投げキッス。説明お願いしていいですか。説明お願いして。決め顔で、決め顔の周りにはピンとこなかったんですけど、夏は、はい、浅いところにキスが来るんで、はい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 、結構広く投げて探った方が投げ釣りで釣る。そういうことか。投げキス、はい、投げキス、投げてキスを釣るってこと、はい、冬は深くなるから、はい、どうぞ。ディープキス、ごめんなさい、当たってたんだ。当たってた、はい、その通りだ。ただまあ実際にはね、まだ真夏ってほどじゃないんで、ちょっと食いが渋い時もあるんで、船下でゆっくりやってもいい時もあると、うん、ただ船下で下に落として釣れなければどんどん投げましょう、うん、なるほどです。じゃあまずは下でやってみて、ダメだったら投げキス、うん、どんどん投げです。わかりました、はい、仕掛けのレクチャーをお願いします、はいはい、まずね、そうは白ギス専用竿がベスト。投げやすいようにちょっと短めだといいかもしれない、うん、自分の身長より短いぐらいかな、うんうん、でこれ160センチだったけど、私156センチ、それぐらいが、まあ、そこから180までが使いやすい、うん、でリールはスピニングの方がやっぱり投げるときに、はいはい、で道糸も08から15ぐらいの方が、うんうん、潮切れがいいんで、やはり釣りやすい、はい、仕掛けなんですけれど、はい、っていうと仕掛け、仕掛けは2種類、うん、1つがこの天秤使った天秤仕掛け、はい、天秤があって、はい、重り15号、うん、で針がこう1本、うん、こう2本、うん、この天秤から針が伸びてるような仕掛け、なるほど。で東京湾はここがね、1メーター以内、もしくは1メーターぐらいの短めの仕掛けで積極的にこう自分で動かして釣りが、うん、主流です、うん、でこの天秤仕掛けは主に、ね、投げて引いてくる釣りに向いてて、活性が高い魚を釣るときにすごく効率がいい仕掛けでもある、うん、なるほど。もう一つが、はい、胴付き仕掛け、へ、うんうん、これ胴付きの胴っていうのはこの真ん中についてる胴、どうというふうな見立てで、はいはいはい、で枝数が2本、2本でもし絡むようだったら、うん、上の1本切っちゃっても OK、 であとは餌の付け方なんですけど、はい、さっき船長に聞いたら、うん、人差し指か中指ぐらいの長さ、青い染め、はい、青い染め、そう、青い染めさ、で頭をちゃんと切って通し出しにして使った方が食いがいいじゃん、へえ、ちょっと長いんだよね。頭を切る理由は何ですか。やっぱり当たりがあってもしっかり針がかかりやすいって、夏だったら逆に頭をつけた方が餌がなくならないんで、何匹も何匹も一つの餌で釣れるんで効率がいいんだけど、この時期はね、まだそんなに食いが良くないんだって。今はそうだから、なるべく頭を落としてしっかり食い込ま、吸い込ませるようにした方がいいと。これ全部船長から今さっき聞いてきた新鮮な情報なんですね。受け売りだから、受け入りで長い磯目を、磯目を長くするっていうのはね、はい、まあ、食いが渋い時のもう上等手段、うん、おー、そうなんですね。で当たりが多いんだけど、うん、そのあたりにね、すぐ合わせちゃうとかかんない、うん、長いから、うんうんうん、だからしっかり食い込ませてから合わせるような感じ、送る、多少送った方が、うん、送って、まあ、要はバスでいうとこのスイープな感じで合わせて、うんうんうん、ちなみに白ギスって胸びれの前ぐらいまでが食道カリ袋の長さで、頭からそこら辺までは一気に吸い込めるスポット。だから船長の言う人差し指とか中指の長さっていうのはちょうどキスが磯目を吸い込んで針が入る長さになってる。ちょうど針が口元に来るっていう。魚類学の先生に聞いた話と船長のコメントが大体一致する。すごい。
定情報すごいんだよ。じゃあそんな感じで頑張っていきたいと思います。頑張ります。はい、でね、昨日までの橋棚の人で6から29って言ったから、でそこら辺がね、僕らの目標になると思います。なるほど、はい、まずは6超えをしたら、6超えしましょう。はい、そうですね、はい、じゃあみんなで頑張っていきたいと思います。はい、行ってきます。場所です。水深は何メートルぐらいでしょう？10、結構浅めですね。浅いね。じゃあここでまずは下から攻めて、下から攻めて、はい、それで反応がなかったら投げキス、投げて投げキス、はい、投げキスで、はい、じゃあ最初から投げてもいいと思うよ。あ、そうですか。もう好きにやっていいと思う。わかりました、はい、じゃあ今日は数勝負ということで、はい、頑張っていきたいと思います。はい、最初に来るでしょうか。今回はね、絶対勝って来週のスタジオでこの服をソラナさんに着せるっていう目標がありますので、ね、頑張っていきたいと思います。洗濯をして、洗濯するな、洗濯するやっぱ浅いからそこにはすぐ着きますね。ね、沖藤さん、これ誘い方とかは、誘い方はそこに重りをつけて、少したるませる感じにして誘って、で、重りを持ち上げてまた落とす。おー、なるほど。え、沖藤さん、聞き合わせはしない方がいいんですか？軽くして、それでかからないようだったら次は送るぐらいのもの。で、当たりがもし少なかったら、もう、なんだろう、むしろ当たりが来る前に当たり気づいてないことの方が多いから、ゆっくり聞き合わせる感じ。思ってる当たりないから、渋いから、もうね、当たりがブルブル来るよりも前にキスが食ってる可能性で話しちゃってる可能性あるから、だから逆にゆっくり聞き上げるぐらいでいいかもしれない。お、お、お、あ、そっか、今当たりやったんやけど、すぐ引いてしまった。そう、送り込んであげないと。少したるませて食い込ませるぐらいの気持ちの方がいい。なるほど、ついつい反応してしまった。すげえちっちゃかったよ。カッパだけにさあ、ご乗、これずっと考えてたやつです。
ありがとうございます。お、いいんじゃないですか。いいんじゃないですか。さあ、ご乗、イエーイ。え？抜いたかも。イエーイ。大量。大量がおまけになるっていうね。何センチですか。これでね、20センチ中ぐらい。まだまだでかいのいますよ。この時期、もっとこの先も。いいな。いいでしょ。いいでしょ。大人げないぞ。釣りたいでしょ。大人げないぞ。このサイズ釣りたいでしょ。この人大人げないぞ。でかいよ。うわ、でかいな。いいでしょ。いいです。いいでしょ。いいでしょ。いいです。船長が言ってた通り、10秒ぐらい止めて、で当たんなかったらチャカチャカってちょっと誘って、でポイッと手前に、なんかポイッとかチャカチャカで分かりづらくてごめんね。石持ちです。マジで、へえ。よりによって。来てます、来てます、来てますよ。シロギス来い。さあ、いるよ。よかった。ちょっと可愛いけど、シロギスです。よかった。勝つ、絶対勝つ。来週はソラナさんに恥かかす。よし、勝つぞ。このモチベーションすごいね。来週着せるんだって着せるんだってね。俺のモチベーションのチェックからね。ぼちぼちのサイズ、20センチぐらいかな。綺麗ですね。だんだんちょっとずつ当たりが増えてきました。負けないように頑張りたいと思います。今日結構なかなか渋いんですけど、そんな、お、来た。あ、そんな中でも服部くんといい勝負をしております。引き続き頑張ります。チュッ。キスだけに恥ずかしい。ですね、なかなかこんな渋いシロギスは久々にやったんじゃないでしょうか。久しぶりだね。ねえ、ハトリ君どうでした。今、うんうんってうなずくとズルンってずれるからダメだ。何も喋れない感じで、うなずけなくなってんだけど。なんじゃそれ。そうということで、今日の釣果、はい、私はこちらです。10匹。まあでもあの時間ね、ぼちぼちですね。前半はさっき船長に聞いたら、雨雲レーダーで一番いい場所の中野瀬がこう雨雲ちょっと強いの来てたから、うん、もう避けてた。あ、前半はほとんどね、あの本命ポイントじゃない。あ、そうなんですね。うん、だから後半 の、 あの中野瀬で釣ってなんぼだからね。うん、そかそか、当たりもね少なかったですもんね。そうそうそう、だからいい場所行ってからそこそこ釣れてるから、うんうんうん、まあ十分じゃない。十分。うん、服部君もね。はい、同じく10匹です。はい、10匹です。ちょっと違う魚も混じっちゃってますけども、うん、キス10匹でした。うん、はい、同じ数だったの。同じ数だったんです。はい、同じ数です。本当楽しかったです、今日も、ね、楽しかった。白木さん、天ぷらも美味しいし。じゃあ今日もお疲れ様でした。はい、ありがとうございました。